になりました。今夜も池袋ニコニコ本社地下1階ニコ袋スタジオから公開生放送でお送りします。ニコラジです。イエーイ、来ちゃったぜ。もうニコラジ乗っ取ったな。もうどうにでもなれって言うからね今日は乗っ取ったな。はい、というわけでもうね、山田さんがいない中、名MC を今日山田さんがですね、先週お伝えした通り、ゴールデンボンバーのキャンさんとダルビッシュさんの野球大会実況のためニコ袋スタジオにいません。横浜スタジアムにいます。横浜スタジアムにね、はい、行ってるそうなんですよね。横浜スタジアムにいるんですよ。そんなこんなでですね、メイン MC のマイクを預かりました。はい、初の MC という大役を務めさせていただきます、リョウです。お願いします。あ、頑張って。いよっ、ダンシングリョウ君。いよっはい、というわけで本日のアシスタントはですね、水曜日の、レギュラーのアシスタントをしていただいてます竹くんです。どうぞ。はい、竹です。カメラが出ないけどズエン。はい、来ました。こっちかそっちかと思った。イエーイ、2日連続3連勤の2日目もうバイトのシフトに来る感覚できてるやつ。 ありがとうございますはい、はい、というわけで今日もね、今日は助けてくださいね、ということで。もちろんもちろん。はい、アシスタント、はい、今日もお願いします。はい、五月病マリオさんです。マリオさん、マリオです。わーい、どうも。イエーイ。ね、おばあちゃんが来てるあのね、それこの間お母ちゃん来たばっかなのに変な汗出るわ。それさ、おばあちゃんっていうのは祖母。祖母です。これもう本当のですよね。はい、はい、ありがとうございます。なんでそのマリオさんの血族がこう集まってくる習性があるんですか？みんな近くに住んでるからですよ地元なんです。すごいですね、なんかはい、というわけで今日もね、たくさんの人が来てくれてます、ね、ありがとうございます。して書けない、何も。たくさんの人が来てくれて、今日頑張るよ。今日多いよね。多いですね。多いですね。何なんですかね。多いね。皆さんこんにちは。こんにちは。ね、あそこのお母さんかな、ロボくんもね、来てくれてますね。来て来て。なんか位置が違うんだよな。近くに来てくださいよ。あれ、ぜひぜひ。はい、あれ、あれちょっと待ってあ、あれ、なんだあれ、なんか様子がおかしい。え、ちょっと待って、ハロウィンもう終わったよ。待って、そのね、こうカメラあるでしょ、リスナーさん見えるでしょ、これリスナーさん、これうん、なにこれ、な、なにこれ、え、なんですか、この、え、これ、え、なに、え、怪しいんだけど、これ不審者じゃないですよね。もうなんか、面白いから、なんか面白いから連れて、いいですか、これちょっと、読みたい。もうこれで尺伸ばそう、もうこのえ、本当に来んの、入れちゃうの。うわぁ、すごいすごいすごい。ジョーク、こんにちは。メリークリスマス。サンタと同じ色だ。サンタさん、こっちに立っていただいて、すいません、じゃあ。ちょっと待って。ちょっと待って。完全に放送事故。あのね、えびっくりしてます。なんですか？サンタです、こんにちは。サンタさん？サンタさんです、はい。え、本当にサンタさんですか？本当にサンタさん。サンタさんなんかもっと深夜にこうね、フラッと来て置いていくとかじゃなくて、なんかこんな主張してくるちょっとね、たまたま通りすがりで楽しそうだったんで、はい、一応ニコ動のちゃんとあのプレミアムの会員だし一応しちゃったかな。なるほど。そう、ありがとうございます。今日は ね、 これね、サンタ公認のお菓子のビスコをみんなに食べてもらいたくてやってきました。だからみんな持ってるんですね。サンタ公認ってどういうことなんだろう。サンタの公認のお菓子、めんどくさいんですけど、説明すると、はい、あのこの日本の皆さんビスコ食べたことありますよね。ああ、ありますよ。このお菓子はね、強くなる食べ物、なんとグリーンランド国際サンタクロース協会という昔からあるサンタクロースの集まりがあるんですけど、はい、そこでこのビスコが公認のお菓子になったんです。へー、あ、そうなんですね。ちょっと待ってね。おお、開けるの大変。なんかね、あのお客さんもね、みんな外の人持ってるんですよ。そう、ビスコね、ひとしきり配ってね、物で釣ってだから今日人がいっぱいいるんだ。物で釣ってとか言わないのサンタさん。サンタさん、ほら、あ、これ配ってるんですね。はい、そうそうそう、なるほど。よいしょ、はい、そしたら僕らにもくれるんですか。あ、もちろんですよ。うわー、全部みんなあげる。ほんと、ありがとう。やった、僕ごとくれた。やった、やったぜ。完全に今出すのめんどくさいな。いや、そんなことないよ。はい、やったやった。マリオ君も、はい、はい、おお、ほら、ちゃんと。はい、ということでですね、ということで皆さんね、あ、サンタさんね、あとはもう外の皆さんにあげていただければなと。まだもらってない人いる？もらってない人まだ。あれ、ここで、あの山田さんと電話がつながってるようなんですね。あら、そうなんですか。本当に。はい、
じゃあちょっとね、あ、はい、じゃあサンタさんありがとうございました。ありがとう。じゃあまたね。ちょっと事故っぽかったね。いやごめんね。サンタまた、じゃあリョウ君ちゃんといい子にしててね。またクリスマスに来てね。またね。外泊はダメだよ。ピスコ以外も待ってるね。はい、ありがとうございます。それではサンタさんでした。はい、というわけで山田さんとつながってるようで、山田さん、山田さん、はいはいはい、山田さん、あ、ちょっと、あ、みんな二窓で見てる、これ今みんな二窓で見てくれてるかな、わかる、あ、ちょっと今、はい、見てる、あの映像ちょっと変えるよ、今どういうことになってるか、ほら、こういうこと、ほら、わかる、見て今、横浜スタジアム映ってる、ちゃんと、今ほら、この状況で、今、ちょっと1回表が終わって、はい、ダルビッシュ健二さんが非常にいいピッチングをしてくれましてですね、ダルビッシュさんは、はい、今ですね、ちょうどまだ2回、あの、こ、あ、来てくれました、来てくれましたね、今、駆けつけて来てくれました、こちらですよ、まさに、おっと、そんな、はい、いい感じに、ね、折れました、ね、このままちょっといきたいですね。何よりも、はい、キャン・ユタカを三振に打ち取ったいや、最初いきなりいいピッチングでしたからね。よかった。いやいや、これはこの後もちょっと期待できると思います。あの、これ今池袋のニコラジという、ね、生放送でも流れてますんで、あ、本当ですか。ぜひ皆さんにも声援をと送りたいと思います。あの、ちょっとぜひ、こちらの方に今後の方お願いいたします。はい、池袋のみんな、おちんちん、違うかな。ということで、ありがとうございました。ダルビッシュさん、この後も試合頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、うわー、すごい。いやいや、ちょっとね、慌ただしい状況になってるんですけどね、キャン・ユタカ選手はですね、先ほど今ですからね、はい、この三振に喫したということで、非常にショックを受けていながら、今、ピッチャーマウンドに、今、このピッチャーマウンド映りますかね、このピッチャーマウンドに今、いる状況で、この後今ピッチング練習をしてですね、この後いよいよ、1回の裏、キャン・ユタカのピッチングによりまして、続いての、チームダルビッシュの攻撃になると、そういったことでございます。なるほど。いやあ、びっくりだったね、これね。すごいですね、まあ、これ見に行きたいな、突然でしたけど、ね、ぜひ今度はね、あの池袋のニコ袋スタジオにも来てもらおうと思ってるから、お、あ、ぜひぜひ、ね、うん、いいですね、そこら辺のはちょっと楽しみに待ってて、はい、お、ね、山田さん、僕頑張ります。ごめん、ちょっとね、またはい、実況中継しなきゃいけないから、はい、みんな二窓で見てて、二窓で。そうですね。はい。ね。リスナーの皆さんね。そうね。今度、キャン・ユタカさんが出てこれそうだったらまた呼ぶから。おぉ。じゃあね。わかりました。はい、お待ちしております。はい、山田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね。すごい。気持ちいいぐらいの放送事故。あのね、段取りと全然違いすぎて、慌ただしいな、これ慌ただしいね、もうね、すごいですね。というわけで、リスナーさんのリスナーさんですね、山チャンネルと、山田さんの山チャンネルと、二窓で今日はね、二窓で見てもらえればより楽しめるかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。変なことになってます。すごいね。はい、で、次何すればいいの、これこれ何書きゃいいのねえ、タイトルいきますか。まだタイトルコールしてなかったからね、この山を迎えて。そうだね、タイトルコール今日していいんですか、僕。あ、いっちゃってくださいよ。あ、ありがとうございます。1本来たよ。はい、いっちゃってください。あ、では行きます。今夜は山田不在の池袋飯テロウィーク、あのバーガーキングさんがやってくる、さらに話題のダンスユニットキュールも来ちゃう、第936回木曜ニコラジスタートだ。イエーイ、イエーイ。はい、というわけでですね、言い終わったすごい気持ちよさそうな顔してんの、もうエコーがこう鳴り響いてるのがこれね、ちょっと最後の語尾のあたり山田さん意識して、ああね、はい、そうだと思った。スタートだ。ありがとうございます。はい、はい、来ましたけども。というわけでですね、今週のニコラジは池袋飯テロウィークということでですね、はいはいはい、池袋の評判の美味しいお店を紹介しちゃおうという企画でございます。はい、まあ、今夜はですね、後ほどバーガーキングさんが、バーガーキングさん、はい、が登場しますということで、まあ、食べ応え十分のね、この時間にね、ハンバーガーとか食べ物はまずいよね。まあまずいですね。まずいですね。俺ね、今日何も食ってないので、あ、じゃあよりまずいですね。よりまずいかなと。どんどん吸収されちゃいますね、それね。いや、
はい、その前にですね、いつものこのコーナーに参りたいと思います。はいはいはい、ニコニコナウニコニコナウサンタさん書いた書いた、なんでサンタさんやん、あれもうどっか行っちゃったサンタさん、さっきバイバイって言っちゃったから。はい、というわけでこれはですね、ニコニコで今何が起きているのかをチェックしていくという、関心を集めているニュースのランキングを見ていきましょうということで、タケ君お願いします。はい、かしこまりました。じゃあ僕の画面出ますかね。今サンタさんがうっすら消えて僕が出てきましたけども、じゃあ僕の PC の画面出していただけますか。はい、あ、じゃあこれかな。はい、おい、せん、さあ出るかな。はい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 、さあ今こちらです ね、 すね。これ今僕の手元にある、パソコンからなんですけども、ニコニコニュース1位からずらーっと今日はこう並んでいるんですけども今日はね、僕ピックアップしたいのはこの第3位のニュース。なんだ、ツイッターで大流行、頑張るぞいの謎を検証してみるぞーいって、これなんですけども、またツイッターの話ですか。ツイッターから抜粋してみましたけども、ね、はい、これ皆さん頑張るぞいって知ってます？これよく知ってます？頑張るぞ、頑張るぞいって、なんか頑張るぞみたいな感じですかね多分そういうことなんだと思うんですけど、なんすか頑張るぞいって、なんかこのなんて言うんだろう、なんていう説明するべきなのかわかんないんだけど、アニメのキャラクターがねはいはいはい、これアニメっていうか漫画のキャラクターが一コマで今日も一日頑張るぞいっていう、はいはいはい、言ったのが元々のきっかけらしくて、あーはーはーはー、なるほど。そう、ゲーム制作お仕事4コマのニューゲームというね、漫画の、はい、こちらの一コマから取った言葉なんですけども、はい、この最後にゾイってつくの、このゾイってつくのが、うん、こう漫画の中でこう取り上げられたけど、実は探ってみたらなんか江戸時代からある言葉らしいんですよね、語尾にゾイってつけるの。あー、そうなんですか。そう、なんか物事に柔らかみを持たせる表現としてなんかゾイってつけるらしいんですよ、はいはいはい、あ、なるほど。そう、なんかゾイって語尾につけてるキャラクターって言ったらね、あの星のカービィのデデデ大王ぐらいしか俺知らないですけどねそうですね、それがあんまイメージ出る確かにおいカービィ頑張るぞいみたいな、ほらね、この感じでしか聞いたことがなかったんですけどコメントもなんかあんま知ってる人いないみたいですね。あんまり知らないかな、これ。でもね、今ニュースで今これ3位のピックアップされてるニュースですからね。リスナーさんはなんかこう頑張るぞいって使うの？え、みんな使うの？これみんな使うのかな？え、使うの？どうなんだろう。寒い、外の方がね、寒いぞいって言ってるんで寒いぞ使ってるみたいですね本当だ、寒いぞいって言ってる。なんかこの言葉、なんとかぞいみたいな語尾にこうやってつけるのって、はいはいはい、このキャラクターとして立たせる能力があるらしくて、はぁ、あ、はぁはぁ、こう例えばね、なんて言えばいいんだろう、このワニのキャラクターとかだったら、はい、なんとかだワニって言うと、あ、ワニのキャラクターなんだみたいな。なるほど。そう、これじゃああれじゃないですか、タケ君いけるんじゃないですか。タケって名前でしょ。タケ木曜アシスタントの頑張るタケってことです。これ絶対おかしいでしょ新種のキノコの名前みたいになってるじゃないですかこれ頑張るタケっていいキノコ、いいキノコわいや毒キノコですよ、まさにそんなの頑張るタケもうやばい、なるほど。今日放送事故が止まんないなこれ大変だな。よーし。よーし。気合を入れ直して。はい。さあということでこんな感じのニュースでございました。はい、ありがとうございます。はい。はい、ということで、はい、今週はですね、来ました池袋メストロウィークということで、今のニコニコでですね、どんな飯物動画が人気なのかと。出た。動画のピックアップですね。ご飯に関する。ご飯に関する動画の、まあ、人気の動画のものをチェックしていこうと、ピックアップしていこうってことだ、はい、なるほど。じゃあこちらなんですけど、今日僕用意してきました、はい、はい、ありがとうございます。これね、本日はあの豪快な食べっぷりでおなじみ大人気生主、うん、ちのちゃんの動画ご紹介しちゃおうかなと。ちのちゃん、ちのちゃん知ってますよね。ちのちゃんね、知ってますよ、みんな会ってますよね、ちのちゃんね。間違いにいつもいるんだもん、間違いにいつもいるから今年のニコニコ間違いのリポーターとしてもおなじみのちのちゃんの動画なんですけども、はい、ちのちゃんの大人気飯動画シリーズ、こちら、うん、ちのちゃん VS シリーズっていうのがあるらしくて、なそれ、なんかちのちゃんがなんか食べ物と戦うんですって。ほうほうフードファイトみたいな話すでに面白いですねそう説明からだいぶ面白いんですけど、はい、今日はあの秋らしくサンマと肉じゃがと戦ってもらってるこの動画を紹介したいなと思いますので、はい、こちらの動画を見ていただきましょう。それでは、2014年9月11日にうぷされました動画です。ちのちゃん VS サンマ、肉じゃが定食です、どうぞ。はい、というわけで夜7時になりました。今夜も池袋ニコニコ本社地下1階ニコ袋スタジオから公開生放送でお送りしますニコラジです。イエーイ来ちゃったぜ。もうニコラジ乗っ取ったな。もう どうにでもなれっていうからね今日は乗っ取ったね。はい、というわけでもうね、山田さんがいない中、メイン MC を今日山田さんがですね、あの先週
ダンシング涼君いいよはい、というわけで本日のアシスタントはですね、水曜日の、レギュラーのアシスタントをしていただいてます竹くんです。どうぞ。はい、竹です。カメラが出ないけどズエン。はい、行きました。こっちそっちかと思った。イエーイ。2日目、疲れ。先お伝えした通り、ゴールデンボンバーのキャンさんとダルビッシュさんの野球大会実況のためニコ袋スタジオにいません。横浜スタジアムにいます。横浜スタジアムにね、はい、行ってるそうなんですよね。横浜スタジアムにいるんですよ。おそんなこんなでですね、メイン MC のマイクを預かりました。はい、初の MC という大役を務めさせていただきます、リョウです。お願いします。あ、頑張って。連勤の2日目もうバイトのシフトに来る感覚できてるやつ、ね、ありがとうございますはい、というわけで今日もね、今日は助けてくださいねということで、もちろんもちろん、はい、アシスタント、はい、今日もお願いします。五月病マリオさんです。マリオさんです。わーい、どうも。イエーイ、おばあちゃんが来てる。